はい、続いてカッチ挑戦です。どう？結構難しい？結構難しいです。力結構いる？いります。ねえ、すごくネバネバで。しっかり混ぜないと早く固まっちゃうよ冗談冗談美味しい砂糖できそうですか？多分できると思う。多分。本当？しっかり混ぜてよ、うん、はいはい、今から販売するための小さな塊を作るために器に入れていきます。これはゆっくりやってると固まってしまうから早くやらなければいけません。はい、みんな見てて、後で体験させてもらうからね。 やり方見ててよ。だからよくやり方見てて、体験させてもらうから。でゆっくりやってると固まってしまうからね、急いでやんなきゃいけないから。ローラ18もん、うん、18、20くらいもんね。さあ、いよいよ2人が挑戦します。ゆっくりやってると固まっちゃうよ難しい。早くないと固くなっちゃうよ。汚くなったら売れなくなるから、ちゃんと売れるものを作ってくださいよ、ね、汚い商品は売り物になれないから、売れるのを作ってくださいね。よろしくお願いします。まだ小さくしないでください。損するから。損するから。作った分買いますから。作った分買いますから大丈夫。お、宝は結構うまいかもしれない。腕がいいでしょ。宝はうまいかもしれない。カッチーはちょっと苦労してる今あ、上手。あ、上手。だから手つきがいい。だから手作りの砂糖いかがでしょうか。どうでしょう。じゃあどんな感じか見てみましょう。あ、すごい綺麗にできてます。これちゃんと売り物になりそうです。グッグッ。はい、すわい、綺麗だって言ってます。よかったよかった。でもね、カッチーのは形はあんまり綺麗じゃないけどね、量はすごく多いからお得です。お得ですよ、これ買うにはお得ですよ。何個？おー、ボボワンに。はい、こんな感じで出来上がりです。ここは一般の観光客は、少なくとも外国人観光客はまずほとんど訪れないだろうという小さな工場ですね。とってものどかな雰囲気が流れています。